任期満了に伴う渡利町議選は昨日告示され、午後5時に立候補の届け出が締め切られました。定数16に対し立候補したのは現職13人、新人2人の合わせて15人で、定員割れとなり立候補者は全員無投票で当選しました。渡利町選挙管理委員会によりますと、町議選での定員割れは初めてだということです。渡利町議会は議員定数を18人から2人削減し16人とする議案を今年8月に可決したばかりです。定員割れに伴う補欠選挙は2026年に行われる予定の町長選と合わせて実施される見通しで、それまでは町議が定員よりも1人少なくなります。